ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は1918年の大豪雪について解説するぜ。1918年って100年以上前ね。どんな時代だったっけ？1918年は大正7年、第一次世界大戦の最後の年で、スペイン風邪が世界的なパンデミックとして広がり始める寸前だった時だぜ。ああ、スペイン風邪が世界的に流行する寸前なのね。パンデミックは令和の現代もつい最近まで世界的に巻き込まれていたから、少し親近感を覚えるわ。そんな年に日本史上最悪の雪崩災害が起きたんだ。今回はその雪崩を含め、1918の大豪雪が原因の大雪崩を2つ解説するぜ。日本史上最悪の雪崩災害、うわ、聞く前から怖いわ。それと、2016年に流行ったアニメ映画、君の名は、のモデルと言われている聖地のすぐ近くの村で、漁法、があったんだ。それも解説するぜ。え、君の名は、の映画は見たわ。とても人気がある映画よね。映画に出てくる村は平和そうな村だったわ。そこでどんな巨峰があったの？ああ、そこも含めてしっかり解説するから心して聞いてくれよ。詳しく知りたいわ。解説よろしくお願いするわ。ではまず、1918年、大正7年に発生したすごい豪雪について少し説明するぜ。ああ、さっきパンデミックが始まる寸前って言ってたけど1918年はそんな年なの。スペイン風邪は、1918年から1920年にかけて世界的に大流行したインフルエンザなんだ。最初の流行が1918年3月と言われていて、この豪雪は1918年1月なんだ。そうね、本当に直前なのね。この年の雪は、そんなに大変な豪雪だったの。そうなんだ。大正6年の12月から大正7年の1月にかけて、特に北陸や東北地方でひどい暴風雪があって被害が甚大だったんだ。どれくらいの雪が降ったの？気象要覧第228号大正7年1月によると、連日の降雪で、福井市では積雪が170センチ、金沢市で143センチ、高岡市で148センチも積もったとされている。この頃の新聞報道では、平地では 2.4 メートルとか、滋賀県伊香郡では積雪 4.5 メートルとか、恐ろしいほどの雪間が襲ったことが報じられている。4.5 メートルって？家よりも高いわね。それはすごい雪だわ。そうだぜ。だから暴風雪や雪崩などの被害もかなり大きかった。新潟の三ツ俣村で起きた三ツ俣雪崩という災害では、民家約30棟が雪崩に巻き込まれ、なんと158人もの人が亡くなったんだ。ええ、158人も。それは本当に悲惨なことね。雪崩って、そんなに多くの人が犠牲になるものなの。ああ、特に大量の雪が一気に降った時は危険なんだ。しかも、それだけじゃなく、山形の大泉村の大鳥鉱山でも、大鳥雪崩、という雪崩が発生して、飯場などが倒壊。ここでも154人が命を失ったんだ。うわぁ。続けてそんなに大きな被害が出るなんて。雪はロマンチックで綺麗だから憧れがあって雪国に住んでみたいと思ってたんだけど、そんなに怖いものなのね。ああ。この豪雪による二つの大雪崩について詳しく解説していくぜ。三ツ俣の大雪崩は、新潟県の南魚沼郡三ツ俣村で起こった大雪崩なんだ。現在の地名は湯沢町あざ三ツ俣だぜ。現在の三ツ俣がある湯沢町ってどんな町なの？新潟県と群馬県の県境に位置している。日本百名山に選ばれている苗場山や谷川岳がある。アウトドアレジャーや登山のメッカになっているぜ。日本百名山の山があるなんて素敵ね。苗場スキー場って聞いたことがあるわ。有名だよな。また、越後湯沢温泉という有名な温泉があって、川端康成の小説、雪国、のモデルになったと言われている。川端康成の、雪国、のモデルの温泉があるの、ロマンがあるわ。南魚沼産コシヒカリとか、地酒、日本酒、の産地の一つでもあるんだぜ。南魚沼産コシヒカリなんて、高級ブランドの美味しいお米よね。お米とお酒が美味しい場所なのね。そんな素敵な村三ツ俣村で大雪崩が起こってしまったの。ああ。大正7年1月2日から新潟県内は暴風雪が襲ってきて、大雪だった。さっき言った大正7年豪雪、と言われているものだ。そして、1月9日の夜11時20分、突然前の平の頂上から雪崩が発生したんだ。ええ、そんな夜に突然。ああ、そうなんだ。雪崩の規模は、
高さ236メートル、幅546メートル、深さ6メートルもあった。その大雪崩が三俣村を直撃したんだ。集落にある57戸のうち、28戸が倒壊して、家は雪にうずもれてしまった。180名が雪崩に巻き込まれ、158人が命を失うという、日本史上最悪の雪崩になった。そんなにたくさんの方が亡くなってしまったの。どうしてそんなことになったのかしら。少し前に寒さが緩んだこともあり、表層雪崩が起こったんじゃないかと言われている。同じ時期に、岐阜や群馬、石川県などでも死傷者が出てしまう雪崩が起こっているんだ。表層雪崩ってどんな雪崩だっけ？表層雪崩というのは、古い積雪の上に新しい雪が降り積もった時に、この新しい雪の部分が滑り落ちる現象のことを言うんだ。実は、ほとんどの雪崩は、表層雪崩だと言われている。特に大雪が降った後は警戒が必要なんだ。そうか。たくさんの新しい雪が一気に降ったから、表層雪崩が起きやすくなっていたのね。そうだな。当時の状況を新聞から見ていくぜ。1月12日付の国民新聞では、6時間かかる道のりを10時間かけて警官隊が到着した。消防団、軍人会、青年団と結束して現地に赴いた。日本水力電気会社の職員400名と協力して、10日の夜から11日午前3時まで被害者57名を発見したけど34名はすでに亡くなっていた。と書かれている。すごい被害だわ。この村は、当時水力発電所の工事が進んでいたんだ。日露戦争後、電力需要も急増し第一次世界大戦も始まったため、ドイツからの化学製品も途絶えていた。そのため、発電所に多数の地元以外からの人たちを招き入れて雇用していた。土地の値段は10倍になり、ちょっとした発電バブル、だったんだ。たくさんの人たちが、地元以外の場所から来ていたのね。その水力発電所で働く人たちもたくさん雪崩に巻き込まれてしまったのかしら。ああ、新聞には続報がある。176名の遭難者のうち、生存者はわずか24名に過ぎなかった。遭難者は村民110名、日本水力電気会社の従業員42人だった、ということだ。本当にたくさんの方が犠牲になったのね。この雪崩の原因なんだけど、表層雪崩が起こったということは変わりがないんだけど、そのきっかけ、として考えられる説が2つあるんだ。え、2つの説があるの？どんな説があるの？ああ、原因として考えられるのが、崩落説、と振動説、だぜ。ふむふむ。崩落説は、その夜は強い風が吹いていたから、硬い雪に新しい雪が積もって浮いていたところに強い風が吹きつけたという説だ。強い風がきっかけになって、滑り落ちたってことね。ああ。一方の振動説は風ではなく、葉っぱの振動ではないか、という説だ。葉っぱの振動、どういうこと？当時、三俣村では水力発電用のトンネル工事が行われてて、作業員がたくさん村に来てたことはさっき言ったんだけど、雪崩が起こった時、ちょうど葉っぱが行われていたというんだ。葉っぱというのは、葉っぱ、なのね。つまり、ダイナマイトなどを爆発させたってことね。そうだ。当時は昼と夜健康の突貫工事をしていたんだ。ちょうど夜の11時30分に工員の交代の時間を知らせるために、ダイナマイトを爆発させていたんだ。そのダイナマイトの葉っぱは振動が起こるの。ああ。工事現場から550メートル離れた場所でも塗装時がビリビリしていたらしい。なるほど、ちょうどそのダイナマイトの時間に雪崩が起きたってわけね。そんなに振動が強いなら、村人たちはそれが原因かもって思ってしまうのもわかるわ。ああ、でも、その日、近くの神立村や上田村でも雪崩が起きてるから、確定的には言えないんだ。それにダイナマイトは毎日3回行っていたけど、今まで一度も雪崩は起きていないから、原因ではないと県の技師は指摘しているぜ。なるほど。結局結論はどっちの説が原因ということになったの。正式な原因究明は行われず、わからないままだぜ。だけど、最初に雪崩の情報を伝えたのは、近くの水力発電所で働いてた作業員で、彼が猛吹雪の中、隣町の湯沢町まで情報を持って行ったんだ。彼の勇気ある行動のおかげで、救助隊が組織されたのね。近くで別の時間に別の雪崩も起きているし、雪崩の起きた時間はよく見たら11時20分ということだし、葉っぱは原因ではないかもしれないわね。三俣の大雪崩の後も豪雪は続いたんだ。次に大規模な雪崩が起こったのは、山形県の道光山だった。
大鳥鉱山での雪崩も大変な被害だった。もう、これ以上雪降らないで。当時の新聞によると1月20日午前4時頃、大鳥鉱山の機械工場の製法山上から大雪崩の襲撃があったということだ。午前4時、確実に眠っている時間じゃない。ああ。半場六棟などが雪にうずもれ、200名余りの人たちが雪の中にうずもれてしまったんだ。うわぁ。寝ている間に、辛すぎるわ。機械工場というのは通称で、実際は鉱山町だったらしく、事務所、郵便局、販売所、診療所、学校などがあったんだ。学校まである町だったのね。新聞記者がこの雪崩があったところに行ってみれば、ただ一面が雪に覆われていた。ところどころに煙突、高屋根、吊り橋が見えるだけだったそうだ。そして小学校もこっぱみじんに潰れてしまったと当時の新聞が報じている。小学校が、辛すぎるわ。新聞記者は遺体の収容所に行ったということだ。その時のことも詳しく書いている。ゆらゆら揺れるろうそくの向こうにたくさんの遺体があって、あまりの惨状に凝視できない。係員はろうそくの火で照らして遺体を確認している。子供の遺体を母の手に絡ませてあげるなどしていて、見ていて涙が止まらなかったということが書かれている。う、辛すぎる。最盛期は鉱山関係の人口は1500人とも言われた。雪崩に襲われたのが最も賑やかな場所だったから、犠牲者が多すぎて全員を荼毘に付すのに4日かかったということだ。4日も。今は大鳥鉱山はどうなっているの？雪崩事故から4年後、閉山になっている。そうなのね。雪崩の原因は何かあるの？ああ、三つの主な要因が考えられるんだ。第一に、気象的な要因だ。前年から続く降雪で雪が大量に積もっていた上、大吹雪が稜線に雪庇を作ったんだ。そして、その日の降雪と吹雪でさらに雪が重くなり、大きな表層雪崩が起こった。三つ又との時と同じ、表層雪崩なのね。ああ。第二の要因は地形の特性だ。稜線が北東から南西へ向いてて、季節風で雪庇ができやすかった。雪崩が起きた斜面はかなり急で、35から46度もあって、雪崩が発生しやすい条件だったんだ。さらに、その斜面は滑りやすい場所で、雪崩が起きやすい植物も生えていた。そして、雪崩が発生した場所から集落までの角度が大きく、雪崩が集落に直接届きやすかった。植物なんかも、雪崩の原因の一つになるのね。ああ、しかも場所が二つの尾根に挟まれた場所にあり、雪崩が直接集落に向かう形で流れたんだ。第三の要因は、集落の家の建て方と、住んでいる人々の状況だ。家は密集していて、家族や子供、女性が多く住んでいた。そして、雪崩が起きたのは深夜、みんなが寝ている時間だったから、避難する時間がなかったんだ。みんな寝ている間に突然の雪崩は、本当に防ぎようがないわ。そうだよな。本当に悲しい出来事だ。自然の力は予測できないな。大鳥鉱山雪崩では154名が犠牲になった。ご冥福をお祈りします。この年は大雪のニュースが連日続いていた。その中で2月14日各紙に大事件の記事が掲載されたんだ。どんな記事なの？飛騨山中の坂下村が全滅したという記事だ。ええ、それは衝撃的なニュースだわ。あ、この全滅したと書かれている村が、映画、君の名は、のモデルの村の近くなの。そうだぜ。この地の南側には、アニメ映画、君の名は、のモデルとされるバス停があるんだ。バス路線はもう廃止されたけど、今でもファンから、聖地、として訪れる人がいるぜ。そうなのね。そんな場所が全滅したという巨報にあったのね。大手新聞の新報道は、一部落が雪で全滅した。食料がなく、村民300人がことごとく餓死、や、積雪にて全員が死か、飛騨国境の一村落。一村の民ことごとく惨死、越中に近き飛騨の山奥、ただ一人の生存者の報告、という内容を報道していたんだ。これに対して、大阪の大手新聞は他とはちょっと違う感じだった。積雪にて部落全滅、村民ことごとく死したりとの風説、と書いた。大阪のは、風説。って書いてるのね。そうだぜ。また、地元の北陸タイムスは、5、65ある一部落に積雪が9メートルあり、数日間その村からかまどの煙が上がっていない。一つの村が全滅したという噂がある、と書いている。地元紙は、噂、って書いているのね。冷静だわ。
翌2月15日になっても、読売新聞は新設の底に一村全滅、日田国万波、300名が死、という見出しで、約300名の住民が餓死したと報道していた。さらに英字の新聞、ジャパンタイムズも、ビレッジ300ソウルズワイプドアウト、と似たような内容で記事を出したんだ。もう、どれが正しいのか。そうだよな。でもある日東京の大手新聞が岐阜県に問い合わせたら、特に異常はなかった。全員餓死はただの噂だ、と書いている。ただの噂を新聞社たちはみんなで書いていたのね。問い合わせとかをもっと早くすればよかったのに。ああ、そうなんだ。そして、北陸タイムスは2月16日付でその報道が、漁報、だとしっかりと断定した。万波山の現状を調査した結果、実際の積雪は約 4.5 メートルだったけど、村民たちは生きていて、郵便も確実で届いていたんだ。今みたいな SNS やインターネットもない時代だから、正確な情報を確認するのも難しかったのかしら。でも、なんでそんな、一村全滅、って大きな巨峰が起こってしまったのかしら。その原因についてははっきりとはわからない。でも、この年は他にもシベリア出兵や米騒動といった大きな事件が多く、新聞や情報が煽りやすい時代だったのかもしれない。時代の動きや社会の不安が、情報を大げさに伝える原因になったのかしらね。そうだな。最初は一人の人が言っていただけのようなんだ。大雪で人の出入りが見られなくなった村から、かまどの煙が見られなくなって心配していたようだ。そこに別件だけど、実際火災で人が亡くなった。これらの話が合わさって、田中飲食店の人が言い始めたそうなんだ。心配で最初は、そうかもしれない、と話しただけかもしれないわね。そうだな。ただ、それが広まって、報道機関の耳に入ったのかもな。新聞記者の間で情報の取り違えや伝えての誤解なども考えられるな。しかし、もっと問題はこの、漁報、を訂正しなかったことなんだ。え、間違ったニュースなのに訂正しなかったの。そうなんだぜ。最初に報道した大手新聞社は訂正記事も出さなかった。だから今でも、多くの文献で事実のように扱われてしまってる。岩波書店の近代日本総合年表では、餓死者多数、と書かれているんだぜ。ええ、間違った情報が100年経っても訂正されていないなんて。だな。それは訂正しておいてほしいな。本当にそうね。それに、まさか100年近くも経ってから、その村が全滅するかもしれない、というアニメ映画が作られるとは、少し驚いているわ。そうだよな。もう一度映画を見てみるか。それじゃあ、今回はこの辺りで終わりにするぜ。いつもコメントを書いてくれて感謝しているんだぜ。コメントは毎回楽しみに読んでいるわ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。また、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストもコメント欄に書いてくれると嬉しいです。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から、様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録やメンバーの検討をよろしくお願いするぜ。ご視聴いただきありがとうございました。